ばんは、キャンキャンルーム始まりました。はい、皆さんこんばんは、キャンキャンモデルのななみです。今日もよろしくお願いします。後ほどゲストの方にも出演していただくので皆さん楽しみにしていてください。そしてですね、私はつい最近お休みをいただきまして、スペインとフランスに行ってまいりました。ありがとうございます。はい、なかなかありそうで長期で休みを取ることってなくて、今まで本当にもう家族のような友達がもうそこしか多分人生で行けないかもしれないみたいな状況だったので、そこで行かせてもらったんですけど、もうまずスペインが本当にすごくて、スペインのご飯がまず美味しい、そしている人もめちゃくちゃいい人ばっかで友達できました。そう、あとはもう一番残ってるのはサクラダファミリアがもうすぐ完成するんですけど、ほぼ完成の状態で、もうあのなんだろう、規模感もすごいですし、近くに寄って見てみるとすっごい細かく彫刻っていうんですかね、そう、人の形とかがいっぱい彫られてて、あ、もう本当にこれを人が作ったんだっていうのでめちゃくちゃ感動して泣きそうになりました。なのでぜひ長期休暇取ってどこ行こうって決めてる方はもう絶対にサクラダファミリア見に行っていただきたいということを今日言おうと思ってここに来ました。はい、というところですかね。はい、以上です。はい、あのインスタにもいろいろ写真たくさん撮ったので、まだ全然上げきれてないので上げるので皆さん見てください、お願いします。では本編入っていきたいと思います。この番組キャンキャンルームでは、かわいいのスペシャリストをお招きして、その方のライフスタイルを深掘りし、一流のセルフプロデュースマル秘テクニックをこの番組限定でレクチャーしていただく番組です。私自身も、ファンの皆さんが知らないゲストさんの魅力を引き出し、そしてモデルとしても新たなかわいいを学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして、あ、早速コメントありがとうございます。ヨーロッパ気分でいきましょうってありますけどね。はい、ヨーロッパ気分でいきたいと思います。はい、番組では視聴者の皆さんからのコメントや質問随時募集しています。右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして、皆さんもじゃんじゃん番組に参加してきてください。コメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要になりますので、まだの方はアカウント登録よろしくお願いします。そして、シェアボタンを押すとこの番組を X でポストできるので、そちらもじゃんじゃんポストお願いします。はい、ではもう皆さん待ちくたびれましたよね。はい、本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方です。お願いします。はい、リアリーコールジョイの市原恵美です。よろしくお願いします。お願いします。ということで本日はリアリーコールジョイの市原恵美さんをお迎えしてお話ししていこうと思います。お願いします。2回目ですね。いや、また再び呼んでいただきありがとうございます。ね、おかえりなさい。ただいまです。おかえりなさい。早速ですが、じゃあ今日は前回あゆみんって多分呼ばせていただいたんですけど、今日もあゆみんで大丈夫ですか？はい、なんか違う呼び方とかしなくて大丈夫？今日もあゆみんでお願いします。じゃああゆみんって呼ばせていただきます。お願いします。はい、私もななみんで、ななみんで、はい、呼ばせていただきます。呼んでください、はいはい。今日はしっかり寝てきましたか？はい、今日はもう本当たくさん寝てきました。良かったです。なんか前回話した時にもうめっちゃ寝るっていう話してたのがすごい印象に残ってて、え、嬉しいです。覚えててくださってありがとうございます。今日もいっぱい寝ていっぱい寝てきました。寝るのが一番ですからね。大事、寝るの大事、大事、はい。私も時差ボケなのか分かんないんですけど、もう一生眠くて。そうですよね、最近眠いですよね。ずっと寝てますね。最近眠いっていつも眠い。いつも私は眠いです。なんか5月ってすごい眠いな。あ、ね、それもあるかもしれないですね。寝ても寝ても眠いです。まあ、いっぱい寝て元気な2人でやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、では今日のスタイリングですね。今日のスタイリングのテーマこちらです。夏先取りペプラム、噛んじゃった。夏先取りペプラムコーデ、イエーイ。はい、ペプラムですよ、ペプラム、ペプラム。はい、ということでじゃあ私から紹介していこうと思います。よいしょ、こんな感じです。はい、こんな感じのブルーのデニムに、はい、じゃじゃーん、このね、広がってるふわってなってるのがペプラムって言うんですよね。へー、かわいい。ってなって、はい、このふわっと素材で、でよく見るとこれお花っぽくなんかクシュクシュってなってて、そう、かわいいんです
ですよ、デザインが。はい、可愛いです。なんでこの可愛らしいアイテムをあえてね、デニムでちょっと、なんだろう、なんていうの、こなれ、こなれコーデみたいな感じです今日は。はい、そしてメイクは大人のミルクティーカラーコーデでーす。イエーイ。アイシャドウとかがね、ちょっとミルクティーっぽい、あのベージュだったりとか、うんうんうん、ブラウンが使われてて、このゴールドがキラキラっと下にあるのが見えるかな。はい、これがポイントになっております。で、このイヤーカフもちょっとシャラッと片っぽだけ可愛いです。以上です。はい、可愛い、すごく夏っぽくていいですね。夏ですね、やっぱり先取りで。ペプラム、ペプラムですよ。じゃあ、はい、アユミンのペプラムお願いします。はい、アユミンペプラムコーデ。はい、じゃあここに、はい、じゃーん、可愛い。はい、はい、私はロングスカートなんですけど、うん、ここもヒラヒラってなってて、うん、ウエストはキュッとなってて、ちょっとスタイルアップ効果があるそうです、うんうん、ペプラムですね。ペプラムでここのトップスもすごくちょっとこうスケスケというか感じになってて、すごい夏って感じがします。デコルテのデザインが超可愛いですね。そうですね、ここら辺にね、後ろで結んでて、うんうん、すごい、ああそこら辺が華やかなって、とても可愛いです。可愛い。メイクも、はい、あの大粒のラメをつけていただきまして、とても夏っぽいメイクとなってます。キラキラ、ありがとうございます。可愛い。白すぎる、もうなくなってしまうんじゃないか消えてしまうんじゃないかと思う、ありがとうございますそう、最初も入ってきて、はい、めちゃくちゃ透明感すごいと思ってすごいな。たくさん日焼け止めも最近、ね、日焼け止め塗ってます。めっちゃ塗ってます。わー、それが秘訣ですかね。大事です、紫外線、すごいな。日傘とかももう差してます。差したりしてますね。そっか、すごい、これが努力の塊ですねやっぱなんか日焼け止めも塗って、うん、その上からスプレーで、あ、二重なんですね。二重でやってます。すごい、紫外線が本当に最近は、そうですよね。ちょっとちゃんと頑張ろう。普段とかどうですか、うんうん、服今日結構ね大人っぽく、うんうん、そうですね、うん、やっぱ普段も結構モノトーンの服多いので。あ、本当ですか。はい、嬉しかったですね。お、じゃあちょっとね普段っぽさもありつつ、はい、うんうん、いつもとはでもなんかちょっと前髪がシースルーになってて、はいはい、いつもは結構重めでパッツンな前髪なので、あ、そっか、ちょっと新鮮な、はい、新鮮な、普段とは違う感じですね。うんうん、みんなも服かわいいって、 ありがとうございます好きやってたくさんコメントありがとうございます、ね、ありがとうございます。じゃあせっかくなのでスペシャルタイムやっていこうと思います、はい、ちょっと距離を近づいて、なんか最近よくやっちゃうポーズとかあります？写真撮るとか。最近はなんかあのルダハートって言って、あのファンの方に教えていただいて、うん、ルダハート、はい、ルダハート、ルダハートっていうのこれ、面白い。ここにほっぺに、じゃあこのルダハートでいきたいと思います。じゃあスクショタイムスタートです。はい、うん、ルダハート、では終了まで3、2、1、終了です。ありがとうございます。よくやってたけどルダハートっていうのは知らなかった。ルダって何ですか ね、半分みたいなことですかね。これ何なんだろう。じゃあこれ何だろう、ね、ダブルルダハート、ダブルルダハートかな、なんだろう、かわいい、まあ、まあいいかまあいいか、ちょっと調べてみよう、帰ったらはい、ということで、じゃあ続いてはライフスタイルトークに入っていきます。はい、はい、続いては、二択トークですね。画面に表示される二択の質問に答えながら、うん、あゆみのライフスタイルを深掘りしていこうと思います。はい、はい、じゃあ早速やっていきます。じゃあスケッチブックを、じゃん、ありがとうございます。よし、これあれか、スケッチブックに、スケッチブックに AB を、はい、青お借りします。青、じゃあやっぱピンクかな青とピンクいいですね、ピンクかな。はい、ではでは、じゃあ今回みんなにも投票してもらって答えてもらうので、あの考えてくださいね、出たら。はい、皆さんもお願いします。お願いします。では最初の問題お願いします。旅行に行くなら A、 気分でゆっくり楽しみたい、 B、 予定を詰めて観光したい。はい、どっちですかね、うん、どっちですかね、これは。これは、あ、じゃあ投票先スタートしますか。はい、じゃあ A だと思う人は1番、 B だと思う方は2番に投票してください。
では投票スタートです。はい。私はこれめちゃくちゃリアルタイムで考えが変わったんですね。うん、変わりましたか。そうなんですよ。はい。私はこれでどっちだろう。これ結構はっきりと分かれますよね。ね、分かれるかも。はい。はい。ではかけたところで、じゃあ投票先に締めてみんなの答え見ていこうと思います。では投票終了まで3、2、1、終了です。はい。どっちのコーナー、あ、出ましたね。1位、 A、 気分でゆっくり楽しみたいが多いですね。多い。だいぶだいぶ、ね、だいぶ 73% と 26% っていう、結構ゆっくりだいぶ分かれましたね。ゆっくりしたい方多いんですね。はいはい、ね、宿でゴロゴロいいですね。いいですね、うんうん。はい、じゃあ私たちの答えも見ますか。はい、せーので。はい、せーので、せーの、じゃん。あ、一緒だ。あ、一緒だ。 A、 A です。 A です。はい、気分でゆっくり楽しみたい。いや、ゆっくりしたいですよね、うん、なんか、うんうんうん、ちょっとキツキツにスケジュール決めて、うん、なんかバタつきながら旅行すると、なんかきついって思い出になりそうで、そうですよね、より楽しいって感じで終わりたいですね、うん、旅行は。じゃあ普段旅行行くときはそんなに予定とか詰めないですか。詰めないで、気分で。あ、気分で動いちゃいますね。そっかそっか。なんかそれこそ、うんうん、私この間そうスペインとフランス行ってきて、はい、うんうん、一緒に行く友達が、私はまあ割と適当のとこは適当だけど、うん、なんかポイントは抑える派みたいな。お、まあ、でも心配性だから、海外だから決めるとこは決めたいって感じだったけど、うん、その子がもう私以上に超きっちりしてて、うん、そうだから全部美術館とかも全部撮ろう撮ろうっていうのでやってて、うん、すごいすごかったんですよ。スケジュールがそう、でも2人で見てもこれ本当に乗り切れるかなって思うぐらいの、そんなに結構ぎっちりな感じで詰めちゃって、私ももう寝落ちとか普段しないのに、うん、もう詰めすぎて、ベッド帰ってでももう1日ずっと歩くからむくみがすごくて、うん、ちょっと足上げようとか言いながら、うん、足こうやって、あ、蹴っちゃったマイク、ごめんなさい、すいません。足をこうやってベッドのところに上げながら、うん、かーってもう、もう疲れちゃって何日連続それで寝落ちするっていう、相当ですね、のやったので、やっぱ詰めすぎない方がいいねっていう結果になって。いや、そうですよね。そうそう。でも楽しかったですか。めちゃくちゃ楽しかったです。よかったです。 でもそんだけ詰めたからこそ、もう大体有名どころは回ったから、次ね行く時はちょっとゆっくり行こうかなっていう感じですね。なんか最近行ったとことかあります？最近はもう本当にずっとお家にいます。あ、よく寝てる。寝てる。インドア派なので。そうですよね。あんまり旅行も行かないですけど、たまにちょっと行きたいなって思う時があるので、ぜひいつか。どこ行きたいですかね。でも海外行ってみたいです。あ、海外、はい、まだ行ったことなくて。いい、ね、うんうん、海外に行っていろんな。スペイン、ぜひ。スペインいいですね。本当に良かったです。スペイン料理とかも。スペイン料理マジで美味しい。あんまり外さない。あんまりっていうか、私行ったとこ全部美味しかったです。どんな料理なんですかね、スペイン。でもめっちゃ美味しかったのはクロケット、コロッケと、うん、あとはパエリア。あ、パエリ ア, エリアめっちゃ好きです。パエリア、イカスミパエリアを絶対食べようって決めてて、うんうんうん、めっちゃ美味しかったです。ぜひぜひスペイン行った時は。もう全部いい、本当に全部美味しいんですね。あとサングリアがめっちゃ美味しいんですよ。サングリア、そうなんですか。サングリアって何ですか。サングリアってあの赤ワインにあのフルーツとかを漬け込んだ、ジュースじゃないんですけど、うん、ジュースみたいなやつがあって、それがめっちゃ美味しかった。日本じゃあんま飲まないけど、うん、こんな美味しいんだと思って。そんなに美味しいですね。はい、いつか食べてみたいと思います。ぜひ。はい、ごめんなさい。じゃあ、ね、次の質問いきたいと思います。はい、はい、では次お願いします。お願いします。タイムマシーンがあったら A、 未来に行きたい、 B、 過去に行きたいということで、じゃあ最初に投票スタートしたいと思います。はい、A の方は1、の B の方は2に投票スタートです。はい、どうしよう、悩むな。どうしようかな。でもな、よし、未来か過去か、未来か過去か迷うな。過去か未来か、決めますよね。よし、決めましたよ。決まりました、私も。はい、じゃあ皆さんも投票できましたか。投票終了まで3、2、1、終了です。はい、
あゆみに任すわって言って。任せて任せ。あ、おお、結構な僅差。お、2B、 過去に行きたいが 54.1%、うん、そして未来に行きたいが 45.9% ということで、ほぼほぼ変わんないですね。おお、でも意外ですね。結構未来多いかなと思ったんですけど、ね、確かに意外。結構みんな、ね、未来って競馬の結果みたいっつって。確かにそういうの強いですよね。確かに宝くじとか。変えようか変えようかな。確かに。まあまあそれは一回ね。はい、じゃあ私たちもね、はい、結果見ていきたいと思います。はい、じゃあせーのでいきますよ、はい、せーの、B、 A、 あ、分かれましたね。未来に行きたい。はい、私未来に行きたいです。なぜですか、これは。将来自分って何してるんだろうってすごい気になっちゃうので、なんかもう今のうちから知っておきたい。知ってちゃんと現実を、現実と向き合って、なんか準備した方がいいものは準備しておきたいなっていう。あ、そっか、はい、超現実的。ななみさんでも B、 はい、私は B ですね。そう、でも未来やっぱ見たい気持ちは強いんですけど、うん、その未来があんま良くなかった時に、うんうんうん、それからの日常を絶望して生きるのか、うん、って思ったんですよ。そう、そう、それもあるな。そう思ったら、うん、やっぱ過去かなみたいな。過去、うん、過去に戻って何かしたいとかあるんですか。過去に戻ったら、私は部活がガチ勢だったんですよ、うん、バスケ部だったんで超真面目に生きてきたんですね、はい、だからなんか、うん、でも失敗できるのってやっぱ学生のうちだし、うん、なんかもっといろんなことを、うんうん、なんかもっとなんていうの、こうおとなしくならずにいろんなことにもこう、うん、なんだろう、ガツガツっていうか挑戦だったりとか、うん、ちょっとなんか危ないなって思っても行くぐらいのことを学生のうちに絶対やっといた方が良かったと思ったから。あ、そうなんですね。高校生に戻って、うんまあ、もちろん真面目にねやることはやるけど、うん、なんかその挑戦できたりとか思い切れるのってさ、そのうちだと思うから、うん、ちょっとなんかいろいろちょっとやり直したいというか、いろいろチャレンジしたいし、うん、めちゃくちゃ遊んどけばよかったしとか思う。あ、うん、確かに。それと私もなんか、うんうん、なんか学生時代ちょっとコロナが流行ってて、修学旅行とか文化祭が辛いですね。あんま参加できなかったので、ちょっとそれは私も思いましたね。過去戻ってそういうことしたいなって。文化祭か。うちもあんま文化祭のイメージない。文化祭何やりたいですか、うん、もし今から文化祭やるぞって言ったら、出し物的な、出し物的な、でもなんか何がいいかな、お化け屋敷とか作ったりしたい。出た、お化け屋敷いいですね。オカルト結構好きなので、お化け屋敷作っていろんな人を驚かせたいなと。ウケる、驚かせる側、驚かせる側みたいです。面白い。あ、面白い。ぜひね、なんかそういう機会があったら、うん、過去に戻れたら。私逆に入りたいです、お化け屋敷。あ、逆に驚きたい側で、うん、お化け屋敷なんか入るの好きなんですよね。あ、好きなんですね。そう、なんか好きなんですよね。じゃ結構怖いのいける。いや、誰よりもびっくりするんですよ。びっくりするんですね。誰よりもびっくりするけど、うん、なんかキャーとかみんな言いながら最後爆笑するっていうのが楽しいから、一、うん、人とかじゃ絶対入りたくない。じゃちょうどいいですね。みんなでワイワイ、みんなでワイワイ。じゃ驚かす側と驚かされる側でちょうどいいです。いつかお化け屋敷やるときは呼んでください。はい、わかりました。うん、100年後とか江戸時代はどうですっていうカンペが出てますね。江戸時代、江戸時代、江戸時代、家なんだっけ、徳川家康とかに会う、うん、とか言って。でも確かに、あ、でも江戸時代の町並みとか、うん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 、面白そう。確かに。なんかよくあの、うん、小江戸とかあるじゃないですか、川越の、うん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 、あるけど、なんかリアルなね江戸の町とか見れたら異世界感ありますよね。ね、面白そう。いいね、てかリアルになんか妖怪とか出てきそうですよね。確かにないと思うけど。江戸時代だからそういう感じですよね。ね、かな。じゃあ次の問題いきますか。はい、はい、次の問題。すいません、ちょっとペンが落ちて。すいません。ありがとうございます。全然。はい、ではお金で買えるなら A 寿命、 B 知識。おお、いい質問。それいいね。わ、じゃあ投票先スタートしたいと思います。投票スタートです。はい、はい、A は1、B は2です。私決まりましたよ。早、はい、ね、これはどっちもいいですね。うん、
私も決まりました。決まりました。はい、じゃあ先に投票を締め切ります。投票締め切りまで3、2、1、終了です。はい、では先に、あ、出ましたね。あー、またほぼ変わらない。本当だ。一番多いのが寿命 50.5%、 そして知識選んだ人が 49.5%、 1% 違い、すごい。うわー、いい結果。知識は学んだからって言ってる人、かっこいい、かっこいい。言いたいな。長生きしたら知識がついてきそう、うん、あ、まあ確かにね。確かに、うん、じゃあちょっと見ますか、うん、じゃあこちらも、はい、オープンしますよ。はい、せーの、B 一緒。あ、一緒。一緒だ。二人とも B の知識ですね。知識。はい、知識ということで。はい、うん、なんで選びました知識。知識、うん。そうですね。あの寿命はなんかあんまり、まあ、長生きはしたいんですけど、うん、こうどんどん多分年取っていくじゃないですか。うんうん、なんかこうずっと永遠に老けないならば寿命いいなと思ったんですけど、老けるだろうなと思ったので、うん、知識で、あの、うん、いろんな、なんかいろんな広い情報をもう知っといて、それを周りにたくさん自慢してすごいって言われたいです。うん、うん、確かにそうですよね。なので、はい、知識ですね。わかる。なんか、まあ、確かに寿命は買えない、お金じゃ買えないじゃんっていうのがあったから、うんうん、確かに。いや、確かにそうだなとは思うんですけど、うん、でもやっぱ知識って、うん、なんだろう、うん、現実的に、うん、で結果的に知識買うって今でもできると思うんですよね。だから例えば、うん、なんだろう、アプリだったりとか、それこそ Google とかだったりとか、はい、あ、でも Google で調べてみたのって多分知識っていうのかなって思ってて、Google で、そう、だからなんか知識ってお金で買いますって言って、あ、そう、あ、いいこと言ってくれた。本屋さんに知識売ってますよって言ってるけど、本屋さんに売ってるけど、買って読んでちゃんと自分でやらないと身につかないじゃないですか。確かに。そう、だから、うん、そう、もし買っても、うん、はい、買いました、もう全部中に入りましたって言うなら、うんうんうん、知識だなって。あー、確かに。結構私、うん、バカなんで、うん、多分本とかにでも知識入ってこないから、あの、スッと入ってくるなんか知識の能力欲しいですね。うんうん、え、どれくらい知識にお金出します？めっちゃリアル。内容にもよりますよ、ね、確かに、うん、どんな内容かにもよりますけどね。え、どのくらい出しますか。お金、難くないですかね。お金、お金、でもまず持ってないとしょうがないけど、いくらでも出せるならば、うん、でも内容によるな。もう本当に、確かに内容によるめちゃくちゃ役立つ、うん、知識なら、うん、全然1億とか出して、うわ、すごい。いや、もう持ってるならね、お金を持ってるなら、そう、それでその1億をもうまた稼げる、それを越すほど稼げるぐらいの知識ならば出すかな、うん、確かに、うん、でも、うん、いくら出します。難しい。そうですね、うん、でもそんな億は私は出せないかもしれない、うんうん、100万とか100万ね。リアル、リアル、リアル、リアルですね。そんなお金持ってないですけど、確かに。あ、知識あっても知恵ないって意味ないけどねって。確かに難しい話になってきたね。難しい、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 リアルだ。いや、面白いですね。めちゃくちゃ面白い質問。いいですね、現実的で、ね、現実的。はい、ということで、はい、じゃあお時間がやってきてしまったので、はいはい、次のコーナーに行きたいと思います、はい、じゃあちょっとスケッチブックを、よいしょ、下に置いちゃいますか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで、ではですね、はい、続いての企画はこちらをやっていきます。あゆみんが事前アンケートにリズムゲームをやってみたいっていうのを書いていただいたので、はい、はい、こちらのゲームをやっていきます。題してもしかめリズム、イエーイ。はい、なんぜやこれはとなると思うんですが、多分みんな知ってると思います、うん、知ってます。よくなんかこう一個をこう動かしながらやるやつ、みんなやんなかったですか？やりましたか？このゲームっていうのは知らなかったんですけど、はい、なんかまずもしもしかめよっていう童謡の曲に合わせて、うんうん、左手は上下にこう動かす、はい、でこれと同時に右手は三角を描くんです。おお、こう違うことするんですね。そう、違うことするんですよ。こう難しい、難しい。なんか一時期なぜか私はこれをなんか一生悔しくてやってた時期があって、え、
多分あれだ、バスケだ、部活のコーチが、うん、なんかそう同時に考えながら何かをやったりとかをできるようにするトレーニングとしてやってたんだ。あ、そうなんだ。そうだ、今思い出した。じゃあ、ななみんさん強いと思います。いや、でもそれで悔しくて一生こうやってた時期はあったんですけど、はい、もう全く、もう何十年ぶりとか。あ、じゃあいけるかな。全然そう、できない。うん、で、これは、1人が挑戦してる時はもう1人が、まあ、メインで歌うっていう感じですね。はい、わかりました。はい、初めて聞きました、このゲーム。難しいですよね。もしかめ、そのこの音楽に合わせてっていうのが難しいんですかね。そうですね。ね、もしかめよ、かめさん。よし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 。はい。で、あの、いくらでも無茶振りは OK なので、あれこれ簡単かなと思ったら、リズムを、もしもしかめよ、かめさんよって早くしていってもいいですし、うん、なんかもう無茶振りありきでやっていきたいと思います。はい。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい。はい、ではどうしよう、どっちからやって、じゃんけん、じゃんけんで決めますか。勝った方、勝った方から、勝った方からいきます。最初はグッじゃんけんぽい。おー、勝っちゃった。ではあゆみんからいきたいと思います。はい、いきたいと思います、はい、なんかちょっと練習しときます。ちょっと練習します、ね、これでいいですか。これで、うん、こう、あれこう難しいですよね。こっちは縦だけど、この三角はちゃんとこう書いてて、で、この、待って、上下だから、ここスタートは一緒でいいのか。スタートは一緒。1、2、3、4、5、6。やばい、もうやばいって感じかな。難しい、こっちは上に行く感じですか。そうです、上下で、うん、1、2、だから1、2、あれ全然もできないけど、これ脳トレだ。1、2、そう、脳トレですね。ですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やばいやばい、もうやばいです、ね、やってみますか。ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあちょっとゆっくりね、うん、もしもしぐらいかな。ゆっくりでお願いします。もしもしぐらいでいきますよ。はい、じゃあ、はい、最初のスタート位置に、スタート位置下からいきますよ。はいいきなり始めていいのかな。あ、じゃあ行きます。スタート、あ、せーの、もしもしかめよ、カメさんよ、ねねねね、ストレッシーコマ、お前ほど歩みの待って、できてるちょっと待って、あれ、え、しかもこれできてないのも分かりづらい。確かに、もっと大きく動かした方がいいですか、ね、じゃあもうちょい大きくやってみます。わかりました、ね、難しい。じゃあもう一回やってみますか。もう一回お願いします。もう一回いきますよ。はい、せーの、もしもしかめよ、カメさんよ、ぬるぬるぬる、お前ほど歩みの三角形書いてるよこれめっちゃ難しいです。じゃあ一応最後まで、はい、お前はどうしてこんなに呪いのかいや、これ難しい。これはじゃあ一応判定お願いします。あ、難しいですね。難しかったです。途中こうなってましたよちょっとあのいけるかもってちょっと思ったんですけど確かにずっとやると難しい。難しいですよね。よし、じゃあちょっと次は私の現役時代のあれを、はい、努力のあれを、はい、見せつけてください。見せたいと思います。じゃあ七海さん、はい、準備いいですか。いきますよ。はい、待って待って、こうね、あれ待ってはい、し、いきます。はい、はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、もしもしかめよ、かめさんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いも、待って待って待ってどうしてそんなに呪いのかちょっと怪しいぞ待って、お願いします。あ、惜しい。でもちょっと私の歌うスピードが速かったですかね。いや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 、そんなことない、そんなことない。勝手に自分で頭の中でなんかこうなったこれはちょっと難しい。なんかね、ずっと同じことやってると分かんなくなってくる。分かんない、ゲシュタルト崩壊、難しい。これはちょっとみんなもぜひね、うん、一緒にやってみてくださいね。リスナーさんも一緒に、リスナーさんもやってみてくださいね。後半怪しいって後半怪しい。勝敗はどうやって決めるのかっていうのはあるので、勝敗はもうこの、もう判定していただいてですね。ピンポン、ピン
をどっちがもらえるか。ピンポンが出るまでやる。ピンポン出るまでかな。はい。はい。ちょっともう一回挑戦します。はい、もう一回いきたいと思います。難しいな。頭も結構使うかも。めっちゃ使います。なんかもうすごい頭が熱いもん。ちょっと汗かいてきた。そうですよね。めっちゃわかる。いや、面白い。面白い。一緒にちょっとやってみます。お願いします。せーの、もし。あら、上からじゃないですか。超ぎ違った。もう一回、もう一回、もう一回お願いします。はい、せーの、もしもしかめよ、かめさんよ。ねんねるなうちね、お前ほど。入れちゃうんだよな。なんかこっちもどうしても動いちゃう。アイビーは絶対こうなってる最後。三角形大好きじゃんって言われちゃう。ね、大好きです。結局三角形になっちゃう。面白いリスナーさんもコントじゃんって言われてる。コントじゃない。面白い。一応、一応もう一回やってみます。お願いします。もういけるよ、もういけるいける。じゃあもう行きましょうか。せーの、せーの、もしもし亀よ、亀さんよ、しっかりねねねお前ほどねね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 ね。あれせーのねね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 ね。何がおかしいのかもわかんない。わかんない。でもななみさんめっちゃできてますよね。できてたかな。プロだ。できるかな。よし、できる気がするよ。あ、でもこれでね、練習になったんで。でも今もあゆみも結構良かったですよね。本当ですか。いけてました。良かった気がする。そうね、どこ見てるかわかんないって言ってたけど、うん、確かにこれはなんかもうここら辺のよくわかんないとこをこう見てやるのが割とね、うんうん、これ見ちゃうと分かんなくて歌うとき声大きめでって言われて、いや不安になっちゃって、はい、あとあの普通にもしもしカメの歌詞が途中で分かんなくなる。分かんなくなりますね。もしもしカメよ、カメさんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いもならない。歩みどうしてそんなに。OK、 いきます。はい、じゃあ歩みいきますか。はい、じゃあいきたいと思います。はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあ難しい、これどう歌い出すのがいいのかな。あ、じゃあ始めてもらって、まあいけるか。まあ、なんとなくで。せーの、もしでいきましょう。わかりました。じゃあいきます。せーの、もしもし亀よ、亀さんよ、世界のうちでお前あれちょっと難しい。世界のないものはない。あれ、どうしてそんなにもろいのか。あれこれやばい。三角形になってる。三角形になっちゃいました。三角形になってる。なんか私普段そのアイドル活動で踊ったりしてるので、ちょっといけるんじゃないかってすごい自信持ってたんですけど、全然ダメでした。またなんか違いますよね、これは。また違いますね。よし、私はもうこれで成功させないと。ぜひちょっといけない、頑張ります。じゃあななみんさん、はい、準備は大丈夫ですか。大丈夫です。いきます。ななみんさん鍛えてます。せーので。はい、いきます。せーの、もしもし亀よ、亀さんよ、世界のうちでお前ほど、はい、歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか。あれちょっとやっぱ後半が怪しい感じ。惜しかった今の。どうですか。だよな。だ今ほんと一箇所ですよね。一箇所最後の。悔しい。これ顔も大事かもしれない、ね、これワンミス。もうテレビを気にせずにここを見続けるっていうね。一点集中で見ちゃいました。もうこのカメラは気にせずにやるっていう。確かこれでも間違えても悔しい。なんか間違えてませんみたいな顔してれば、あ、確かに、なんか合ってるように見えるかもしれない。確かに確かに。顔も大事かも、ね、これ顔ですよ。ななみんさん笑わなかったら、うん、なんか確かにバレなかったのか、うん、いけてると思ったかもしれない。確かに。ちょっと、ちょっとあゆみ、顔ですよ。顔でやってください。はい、じゃあいきますよ。いきます。あゆみのターンです。
せーの、もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない、どうしてそんなに呪いのかいやまこれはどうですか？ちょっとドヤ顔でやったつもりなんですけど、めっちゃずっとドヤ顔してたけど全然もう最後こう最後ドヤ顔でこうなってたドヤ顔でちょっと自信満々な感じでやってみたんですけど、ダメでした。いやでも顔大事ですよ。めっちゃ大事ですね。なんか一瞬あれ合ってるってなりました。できてる風に見えます、うん、なりましたよ。はい、はい、じゃあななみさんやるか、いきますか。え、マジで成功させたい。ドヤ顔でお願いします。ドヤ顔でいきます。はい、じゃあせーのでいきます、うん、せーの、もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない、どうしてそんなに呪い。お、できたできたできた。できてました。できた、本当にできた。イエーイ、え、すごい、おめでとうございます。本当にできた、すごい。はい、やったやった。やっぱここだ、ここを見るのが集中いい、いいかもしれない。ここ見るのが、ここ見てやればいけたのかな。ここ今ね、この嬉しい、やったー、すごかった。やりましたよ、コーチ。絶対見てない、絶対見てない。よし、やりましたよ。あとはあゆみんができたら2人達成ということで、頑張ってあゆみん。はい、ちょっともう一回、うん、しもしかめよかめさんよ、海のうちでお前ほど、あ、できそう、できてんじゃないか。あ、どうしてそん、あれ、あれ私ら今原因、あれ今できてた、できてた、できてました。ななみんさんと一緒にやったらできるかも。てか割とこう大きくやると、うんうんうん、自分でもなんか取りやすいかもしれないと思った。今大きく、じゃあもっと大きくやってみます。うん、時間目よ神様さんの、よし、これで、はい、行ってみたいと思います。行ってみましょう。はい、行きますよ。待って、歌詞見ないと行きます、はい、せーの、もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど呪いの多いものはない、どうしてそんなに呪いのか。いた、どうですかこれは。はてなっていうコメントが来て、これはどうですか。お、優しい、優しい、やった、お、よし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 、ね、やった、でもできてた気がする。やったー、できてた気がする。できてた、ありがとうございます。じゃあね、あと3分あるので2人で成功させちゃいます、はい、お、いいですね、2人で一緒に、嬉しい、ね、ちょ、歌詞がちょっと怪しいけど、まあまあ、リズムとか言いながら、歌いながら、はい、じゃあちょっとね、最後2人で締めくくりたいと思います。はいはい、待って、こうね、あら、よし、行きましょう。お願いします。じゃあせーの、もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど呪いのないものはない、どうしてこんな呪いのか。え、できたくないですか。できた、できた気がする。お、やったイエーイ、やったー。ということで2人成功しました。イエーイ、イエーイ、シンクロ成功、やったー、おーって言ってます。はい、すごい体が温まってます。すごい、ね、もう暑いです。めちゃくちゃ暑い。いい運動。これ初めてですよね、あゆみ。私初めてです。すごいすごい、初めてで、すごい。いや、嬉しい、ななみさんのおかげで。すごい、だって私も部活で毎日毎日やっててこれですよ。結構何十年もしてなかったって言ってた、毎日。すごいね。なんかプロ目指そうって言って。確かに特技にしたいけど。ね、特技、確かに特技もしかめですって言って。もしかめ、いいですね。ね、私特技ないんで。私もやろう、もしかめ。これ応用でなんかいけそうですよね。そうですね。なんか他の曲とかでもできますもんね。確かに、いろんな楽曲で。めちゃめちゃハードロックとかで。ロックな感じで楽しい、絶対。定逆で一回やりますって言われてる。定逆。定逆？え？どで、定逆ってことは、こっちが線、あ、こっちが三角、うわうわ、やばい、こうか、え、さっきのが染み付いちゃってるから、じゃあ、じゃあ、じゃあ待って、できない、二人で
二人でやります。二人でお願いします。二人でね、まあ、できますよね。まあまあまあ、さっきできたのでね。じゃあ、行きますよ。はい、お願いします。せーの。もしもし、カメよ、カメさんよ。うちでお前の呪いの呪いあれ、はい、どうしてくの何の呪いのかあれあ面白いやばいこれやばいもうなんかこっちでもなんか好きしてた三角描いちゃってなんか二人とももうなんかちゃんと逆の動きあ面白い呪いだって呪い呪いって言われてる、はい、ということでじゃあね、はい、あのしっかり逆転も成功させたところではい、はい、以上で終わりたいと思います、はい、以上もしかめゲームでした、はい、イエーイめちゃめちゃ楽しかったね楽しかったこれ嬉しいリズムゲームできて、ね、絶対家帰ってこうやってやってますもん私帰りながら多分こっち悔しくてここ三角形でちゃんとちょっとね練習してきます、はいはい、みんなもねちょっとぜひやってみてください笑ってるけど結構難しいんでそうやってみてくださいぜひやってみてくださいはいということでじゃあ続いてですねもうエンディングのお時間がやってきてしまいました早い早すぎるはいということでここでお知らせのお時間ですはいあゆみん、はい、お知らせお願いしますはい6月12日水曜日にミヤビコールジョイファーストシングル体育館ディスコ発売されます、ミヤビーコールジョイ公式 YouTube にミュージックビデオそしてダンスバージョンの、 あの映像も公開されているのでぜひチェックよろしくお願いしますイエーイありがとうございますありがとうございます、はい、そしてじゃあ私からお知らせですじゃじゃーんキャンキャン7月号今日発売されましたイエーイはいメルル大解剖ということでめっちゃ可愛いメルルがいっぱいいますよほら本当だやばいめっちゃ可愛いですね。シールとかもついちゃって、可愛いです。シール付き、はい、可愛いのね。こちら7月号キャンキャン、ぜひチェックしてください。お願いします。はい、そしてですね、B リーグです。B リーグ、はい、B リーグもですね、すごい盛り上がってまして、もう今週末あのチャンピオンシップのファイナルに進む2チームがもう決定して、今週の25、26ですねに。もう決勝戦、うん、もう最後の最後の戦いがあります、うんうんはい、今回は琉球対広島の2チームで戦うんですがもうね本当にこれが熱すぎる戦いで広島は琉球はもう本当にチャンピオンシップ常連みたいなねすごい強いチーム、うん、優勝もしてたりするんですけど広島はまだ B1 っていう一番上のリーグに上がってから4回目しかね、うん、そうその戦ってない中でこの最後のファイナルっていうもうめちゃくちゃ熱いんですよこれが激アツな戦いが激アツなのでバスケットライブとかで見れるので皆さんぜひ一緒に応援してくださいお願いしますそして私も取材に行く予定なので、はい、またね私のインスタだったり YouTube 記事楽しみにしていてください B リーグみんなも一緒に盛り上げてくださいお願いしますお願いしますはいそしてですね番組からもお知らせですショールーム画面のハートマークを押すとこの番組をお気に入り登録できますはいお気に入り登録すると次回の配信が始まる前にショールームアプリにお知らせが届きますのでまだの方はお気に入り登録よろしくお願いしますお願いしますはいということでどうでしたか、はい、あゆみん今日楽しんでもらいましたちょっと、うん、これがもうこれ、ね、ずっと頭に残ってて私もこれがねはいこれ、うん、極めたいなと思いましたね極めましょう、うん、で特技って言えるまでそうですね、うん、特技で極めたいと思います。はい、極めましょう。すごい楽しかった。やる時はぜひ一緒にやったことを言っていただいて。はい、ありがとう。ななみさんと一緒にやったこと。この思い出を持って行っていただいて。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして皆さんもたくさんコメントやギフトもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではランキングを発表していきたいと思います。はい。はい、よいしょ。ではですね、ランキング、ライブランキング発表します。はい、お願いします。はいでは10位から発表していきます10位にっちんさんありがとうございますありがとうございますそして9位猫パンチさんありがとうございますありがとうございますそ
して8位ハリーの道楽センチュリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして7位 TM マンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして6位キムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして5位ヒロヤンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして4位クマプーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして3位リッキーマウラナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして2位純吉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位おあゆみのセッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい、ということで、最後になるんですが、はい、この次の配信っていうかこのチャンネルで私が個人配信をこの後やるんですけど、はい、その時にこれやったら面白いんじゃないとかこれやってほしいっていう、もし何かあれば教えていただきたいんですが、何かありますか？そうですね、最近買ったおすすめのものとかをお話ししていただけたらな。はい、最近買ったおすすめのもの、なんだろうな、スペイン、あ、でもそうです、旅行で買ったのとかでもね、いいですよね。あ、いいですね。あ、ぜひそれ聞きたいです。したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではあっという間ですが、はい、終わりのお時間がやってきてしまいました。この後9時ちょうどからこちらのルームで反省会配信するので、皆さんそちらもぜひ見てください。お願いします。お願いします。はい、そして次回の配信は6月6日木曜日の20時からを予定しています。次回もぜひ見てください。お願いします。はい、ということでもう終わってしまいます。はい、あっという間でした。めっちゃ早かった。あと個人配信でこれやろうかな。あ、ぜひ今逆バージョンを成功させたい。私ができなかったので、うんうん、ななみさんに託します。そうですね、はい、頑張ります。ありがとうございます。またね、一緒にこれやりましょう。またお願いします。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとうございました。それではバイバーイ。